私たちの前を素通りする気？おねえ、タマ。おねえ、タマ。あなたたち、もしかして、ピュンとポタル？どうやって大人の姿に？死者の書が玉玉ヤフオクに出ててね。それに成長のアルカナが書いてあったのよ。おねえ、タマ、いや、クソプニエ、どうして私たちがあなたに勝てなかったかわかる？あら、どうしたのかしら。生娘のように打ち震えてるわよ、この女。わかっているのよ。私たちがこのズベコーに勝てなかった理由は。 戦闘力も上、間違いなく最強の敵。大変じゃ大変じゃ、可愛い娘たちが殺し合い。いたたたたたいが<笑>あなた、なぜ私が女王の地位につけたかお分かりになりますか？<笑>そりゃお前が魔法の国最強の魔女だからじゃろ。とんでもない。 私よりも強い魔女はゴロゴロしていたわ。アッコ、サリー、メグ、そしてモモ。私が女王になれた理由はね、自分よりお強い女を倒してきたからよ。女王になるには強さプラス何かが必要なのです。 今までのことは水に流してあげるわ、ドグサレ。じわじわ時間をかけてなぶり殺しにせず、すっぱり死なせてあげる。仕込め。<笑>ユウ、このプニエが情けをかけられるとはな。<笑>あなたたちの力をもってすれば、私を殺し、母エスメラルダ女王も殺し、魔法の国を小中に収めることができるでしょう。でも その後、ピュンとポタルどっちが王女になるの？君臨できるのはただ一人よ。関係ないわよ。
りという言葉を知ってる、ポタル。え？今なら私とピュンを一度に殺せるわね、ポタル。どうしたの、ピュン。いや、やりやがった。相変わらず恐ろしいお人だ。どういうこと？双子の攻撃、一番厄介なのは何だと思う？息の合ったコンビプレーさ。それがどうだ、わずか二言三言で二人の心に疑念の種を植え込んだ。これでもコンビプレーはできない。老怪、プリンセスにあるまじき老怪さ。この人こそ真の魔女か。あなた面白い。やはりあなたは面白い。このパヤタン、地獄の果てまでお供しましょうぞ。飲まれちゃダメよ、ピュン。あのズベコー得意のサブミッションは1対1で戦う技。さっきのチョークスリーパーでも分かったでしょ。確かにそこが関節技の唯一にして最大の弱点。でもね、私は8年前から1対2で戦う研究をしているの。8年前？ちょっと待ってよ、私たちはまだ8歳よ。ってことは私たちが生まれ落ちた瞬間にはすでに狩る準備ができていたというの？そうよ。これはあなたたち双子と戦うためだけに編み出した技、いわば姉妹愛。姉の愛を受け取りなさい。切れたからって許さないわ。お姉たま、お仕置きはまだ始まったばかりよ。お姉ちゃん、もう許してあげて。許しませんよ。ほら、そうだ。お姉ちゃん、魔法の国は当分平和そうね。真実も痛みの前では消えるセリフ。